いちご姉さんのね、件がありまして、ちょっとね、仕切り直しというかね、気持ちを切り替えてね、前に進むために、朝の様子からねやっぱりスタートしようかなと思ってね、モーニングルーティーンって感じで朝の様子というかね、何度かまあお伝えしたことがあるんですけど、まあ同じような感じになります。で適当に撮っていくんで、面白いことが起きるかもしれないし起きないかもしれないんですけど、まあまた頑張ろうということでね、朝の様子を撮っていきたいと思います。それと、まあ仕切り直しじゃないですけどね、気分転換って感じでオープニングね少し変わってたと思います。いちご姉さんとね、2代目若様が登場してたんですけど、エンディングもちょっと変わってますんで、ぜひ最後までね、見ていただきたいなと思うのと、最近ねコメントなんか見てても、まあ、初めてコメントしますとかね、そういうコメントもありがたいことにいただきます。で、改めてね、最近知った最近見始めたっていう方たちもねいらっしゃると思うので、簡単にね、ご紹介させてもらうと、静かにでね、犬たちに囲まれて生活してるんですけど、まあ、ヨークシャテリア、ヨーキーのブリーダーをやっております、チャオカーネと、ね、申します。犬舎の様子とかね、ワンちゃんたちの様子、子犬の成長の記録、まあ、いろんなそんなね、ブリーダーの犬舎での、生活をね動画として上げていっております。ぜひぜひね、可愛いワンコたち、見ていただきたいと思います。今日は朝の様子からぜひご覧ください。
ふいふいふい。始まるわけです。でまあね、ワンコたち生きてるね、ものたちですから、この生活が365日続く。お休みはありません。うん、でもまあこの子たちがね、本当一緒にいてくれるんでね、楽しい毎日を送れております。でこれからもですね、こういった感じ、犬舎での何気ない様子であったりとかね。赤ちゃんが生まれてくる感動であったりとか、楽しいこと、嬉しいこと、そしてたまに、悲しいことがあったりとかね、そういうね、そのまんまの姿をね、見せていきたいと思いますので、ぜひぜひこれからもご視聴よろしくお願いいたします。はい、おばちゃん、いつもご視聴ありがとうございます。本当に感謝しております。また次の動画でお会いしましょう。ではでは、おちゃんではでは、はい、ではでは、はい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 、あっしゃしゃしゃ、ご視聴ありがとうございました。ヨモキーのチャオカーネ、ただいまチャンネル登録者数10万人を目指しております。チャンネル登録がまだと言われる方はね、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。他にもね、可愛い動画たくさん、ありますので、ぜひご覧ください。ではでは。